はい、皆さん、こんにちは、森蔵です。本日はですね、ちょっと、ルアーアクション編18本の動画を今やってらしていただいてるんですけども、ちょっとね、小休止的な感じで、まあ、もう同じ話を何回もしていくのもね、飽きてくるでしょうから、ちょっとね、違ったニュアンスのお話をしていこうかなと思ってます。これはちょっとルアーアクション編とはまた別の話になるんですけど、まあ、ちょっとね、この後、フック設定のお話をしていくので、ちょっと若干つながりはあるといえばあるので、まあ、そんな話をちょっとね、間に挟んでいこうかなって思ってるんですけども、ですね、今日のテーマは、合わせを入れる、べき魚と合わせを入れるべきではない魚の特徴っていうのをお話をしていきます。はい。これね、これあくまで僕のお話です。僕はこうなんじゃないかなって思っているお話なので、これはもう、聞いた皆さんが、判断していただければよろしいかなと思うんですけども、僕的な、このね、GT フィッシングにおける、GT フィッシングというかですね、トップウォータープラグにおける合わせを入れるべき魚と合わせを入れてはいけない魚の特徴っていう形になっていきます。はい。ここまで行ってしまうとですね、もうちょっと全部の、ルアー、魚に対するお話になってくるので、若干ね、批判的な、意見も、いただいてしまうかもしれませんが、ちょっと僕の、これはね、いろんな、憶測的部分も踏まえての理論になってきますので、ちょっとお話聞いていただければなと思います。はい。まずですね、僕は1年前にこの、やっぱり、フッキング編の方で合わせを入れてはダメですよと、びっくり合わせをしちゃいけない理由っていう動画を、やらせていただいてます。その、内容に関しましてはまた概要欄の方にこの貼っておきますので、ぜひね、そちらもご覧いただきたいんですけども、基本的には僕は GT フィッシング合わせてはいけないって思ってます。で、合わせるべきではないなというふうに思ってます。で、それは、それこそ、魚が、針にかかってる前提であれば、合わせを入れなくても入れても、魚の重みで乗りますよねっていうお話を、フッキング編の方でお話しさせていただいたんですけども、さらに深掘りした内容に今回はなります。はい。でですね、基本的に、合わせを入れるべき魚と、合わせを入れるべきでない魚の大きな違いがですね、口の中に存在しております。それがですね、ちょっとね、今回の題材になります。ちょっとですね、その、根拠になるお話を、ちょっとね、一つだけ持ってきますね。ちょっとお待ちください。はい、お待たせいたしました。ですね。いつものようにライアンが登場するんですけども、これ CB1 のライアン、ね、オリカラになるんですけど、これですね、すごい GT をたくさん釣ってる、ルアーで、歯型がすごいついてるんですよ。こんな感じ。わかるかな？こんな感じ。すごいね、歯型がついてるわけですよ。ほら。これがヒントです。はい。今回のお話、実はですね、この歯型についてのお話になってきます。はい。で、どういう話かというと、僕は基本的に GT を合わせるべきではないと思ってる理由っていうのが、GT はですね、この歯型をつける魚なんですね。で、これ歯型をつける魚ということは、一回バイトした後に、魚の重みが竿に伝わります。で、竿に乗った重みというのが、要はアングラーの腕を伝わって、ドラグっていう形でリールに、また、伝わってラインが出されていくわけですけども、その際にですね、GT は歯型をつけてるわけですよ。はい。これがね、お話のね、一番の肝になっています。はい。もったいぶって申し訳ないんですけども、歯型がつくということは、まずですね、魚がこう噛んでるわけですね。はい、噛んでるわけです。はい。噛んでるっていうことは、実はこうなってる可能性もあるわけです。もうこの時点でね、お気づきの方いらっしゃると思います。ですね、GT は噛む魚なんですよね。要は歯がある魚なんですね。ここが、重要です。僕は、基本的に歯がある魚は合わせるべきではないっていうふうに思ってます。で、それはなんでかというと、要は歯で一回捉える魚なんですね。歯がある魚って。ってことは、口で捉えたルアーを引っ張っていく際に、魚の重みは伝わってるので、竿がぐっと曲がるもんだから、あたかもフッキングしたかのようなイメージ。フックがもうね、完全に、魚の肉質を捉えてるっていうイメージがあると思うんですけども、GT なんか特に、こうやってね、歯でね、噛んだまんま持っていくっていうパターンがめちゃくちゃ多いです。で、これお話ししたことあったかな？ちょっと、あったかもしれないんですけども、歯で噛んだまんま、フックをつけない状態で、歯で噛んだまんま、ね、そのセカンドランとかまで行った経験が僕あるんですね。要はお客様にデモンストレーション的に、針をつけないルアーを投げて、投げたら、それが、GT 出ちゃって、その出た GT が、その針のついてないルアーを加えたまま、セカンドランまで行ってしまったっていうことがあるんですね。で、これはどういうことかというと、イコール、その、歯で噛んだまんま、離さないっていうのが、特徴です。なかなかね、こういう魚も他にいないような気がするんだけど、GT 特にね、その歯の噛む力が強いので、はい、噛んだまま持っていってしまうんですね。で、そういうのを見ていると、じゃあそこに合わせというね、概念を持ってきた時どうなるかというと、まあ、例えばですよ、まあ、こうやってね、噛んでるルアーが口の中、これ、この手のひらの中が口の中だとしたら、こう噛んでるとした時に合わせて、まあずれた時にフッキングすると思うんだけど、じゃあね、こう噛んでたらってなった時に、やっぱ合わせを入れたら取れちゃうわけですよ。はい。これが僕の言いたい話です。だから、例えば宮古島の海で言えば、例えば、GT だったり、バラフエダイ、アカナーって言われてる魚ですね。あとね、イソマグロだったり、まあ他にもね、いくつか歯がある魚いますね。青ジビキだとか。まあ特にね、南の海の魚は歯のある魚が多いので、まあ特にね、この歯のある魚はみんな、しっかりと歯型をつけていきます。で、歯型をつけていくということは、やはり最初のバイトからの、竿肉から重みっていうのは、まだ歯で捉えた状態で、かかってる可能性が高い。ということは、フックがまだね、遊んでる状態っていう可能性が高いですね。だからこの時に、むやみに、合わせを入れて、テンションをかけてしまうと、バレてしまうことが多い。で、実際にやっぱり見ていても、すごくね、合わせを入れた瞬間にポロっていってしまってる、シーンをよく目にします。なので、できれば、そういう魚に対しての合わせというのは入れない方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。でですね、まあ、例えばですね、まあ、これは、あくまで、まあ、そういうのを、やった時にポロッと取れてしまった状態をまあやってしまうという状態の話なんですけど、もちろんですね、それをやることによって何を意図してやってるかっていうことを、前提で合わせを入れてる方もいらっしゃいます。それはもちろんね、すごいベテランの方だったりとか、まあ、これまでそういうことを、どういうタイミングで合わせるかっていうことをね、踏まえた上で合わせを入れてる方で、しっかりとね、キャッチして、まあ、釣果につなげてる方の場合はまた別なんですよ。これはもうすごい玄人の方で、ね、すごくベテランの方っていうのはそれでもいいかなと思うんですけども、何のためにこの合わせを入れるかっていうことが、前提として決まってないのであれば、できれば合わせない方が、自然なフッキングにつながりやすい。まあ、要は魚がぐっとね、加えて持ってって、下にこうやって持っていくわけですよ。下に持ってった時に、ね、こうやってね、ルアーはこう加えてるけど、針はこう遊んでる状態で下に持ってった時にでも、まあ、何かの拍子で、ふって離した時に、この、針が口の中に滑り込むっていうことを踏まえた時に、やっぱり魚が下に向かった状態っていうのを前提としてじゃないとなかなかその針がね、口を離す瞬間に針がかかんないっていうことが考えられるので、僕はそういう話をしております。はい。そんな感じです。なので、できれば、前提として何をするために合わせを入れるかっていうことが決まってない合わせをするんであれば、できれば合わせを入れない方が、乗りやすいんじゃないかっていうのが僕の今回のお話になります。はい。でですね、まあ、補足としまして、宮古島の海で言えば、例えば、南洋海割とか、例えば星海割、他にね、例えば何がいたかな、まあ、あとは、例えば、キハダマグロは歯はあるけど、まあ、それほど歯で引っかかるパターンではなくて、どっちかと吸い込むようなパターンなので、まあ、キハダマグロだったり、そうだな、あとね、カスミアジなんかは歯があるんだけど、歯型をなんかあんまりつけない魚なんですね。どちらかというと吸い込み系、なんか歯のない魚がね、吸い込むような、バイトの仕方してくるんで、結構ね、カスミアジって乗りやすいですね。だからそういうのを見たときに、まあ、吸い込む魚、歯のない吸い込む魚というのは、そのカスミアジのように歯はあるけど吸い込むようなバイトする魚は合わせを入れてもしっかりね、重みが乗った瞬間に針がかかってる可能性が高いんですね。だからそういう魚に関しては合わせをくれてやっても、もちろんフッキングにつながりやすい状況にはなりやすいんですけど、さっき言ったようにその歯型がつく、歯を使う魚っていうのは、フッキングし、まあその合わせという内容、名前のそのフッキングを入れると、まあちょっとね、取りやすくなる、ポロッといってしまいやすくなりますよっていうお話になります。まあそんな話です。まあもちろんですね、これが宮古島の GT とか、そのバラフエダイとか他のね、魚全部含めてお話してますけど、例えばですね、他のエリアの魚でも、もしかしたらトッププラグにおけるその合わせを入れるべき魚と合わせを入れるべきじゃない魚の前提っていうのは、そこら辺で区分けができるんじゃないかなっていうのがね、僕の、考えです。はい。まあもちろん他の場所に行ってやったわけじゃないから、なかなかね、憶測でしかないんですけど、そんなことをイメージしながら釣りしてみるのも面白いかなと思いますので、ぜひね、この動画見て、ああ、なるほどなって思った方がいらっしゃったら、歯がある魚には和製をなるべく入れない。で、歯のない魚には和製をくれてやる。ね。そんなイメージでやっていただければ面白いんじゃないかと思います。で、ちなみに、びっくり合わせと言われてる、早く合わせちゃうやつ。あれはまた別次元。例えば、出た瞬間にボーンってやっちゃうのは、魚がまだ反転してないで、ルアーを持っていく動作すらしてないのに合わせてしまうと、それは、針がね、針先がこちら側に向いてない時に合わせてしまってるんで、それではなかなか乗らないので、それとはまた別の話になります。魚がしっかり持ってった時に、すぐに合わせを入れるか入れないかの基準が歯があるかないかっていうので、お話をさせていただいてますんで、よろしくお願いします。でですね、ちょっと、もう一個ですね、補足として、よくあんのが、合わせちゃいましたねって、つい僕もね、お客様に向かって目の前で言ってしまったりすることがあるんですよ。まあ、合わせてしまって、ポロって言っちゃった時に、言わなきゃいいのに、合わせちゃいましたねって、ちょっと、無気になって言っちゃう時もあって、それは人間なんですよ。それはしょうがないとして。人間だからしょうがないんだけど、言ってしまう時があるんですよ。でそういう時に、本人が、いや、合わせてないですっていうね、パターンめちゃくちゃ多くてですね、この、合わせを合わせないの話をしてる段階で言う合わせっていうのは、要は、もうなんだろうな、例えばテレビとかでね、GT のね、すごい著名人が、やってる釣りの時に、うらーうらーうらーって入れてるのを合わせって言ってるんじゃなくてですね、魚がかかった瞬間に、バーンって曲げて、これ、まあいいや。これ、竿だとして、魚がこうやって、ね、出てた瞬間に、ゴーンってもみがった時に、ポーンってこうやって立てちゃうことを合わせです。この場合が合わせです。だから、要は、魚の、口に加えてるルアーを、テンションをかけることによって、引き剥がしてしまうっていうことが、この歯のある魚に関してはあり得るっていう話をしております。はい。そんな感じです。はい。ちょっとね、今回の動画は、実は次のね、フック設定の話に繋がってくるので、ちょっと補足的に一本挟ませていただいたんですけども、これだけでももちろんね、動画としては、成り立つかなと動画して、撮らせていただきました。はい。こんなね、内容でもね、もしね、なるほどって思った方がいらっしゃいましたら、ぜひね、実調で、それがどうなのかってね、検証してみていただけると、僕もちょっとね、嬉しいかと思いますんで、よろしくお願いします。はい。ではですね、次の動画でまたお会いしましょう。次の動画からまたルアーアクション編に戻ります。